ハインツ・フィンケは、ドイツ空軍の軍人。夜間戦闘機のエースパイロットで、衝撃追数54機はすべて野戦によるものである。その先行から白洋付き機施設十字章を、追造された。ジョージ・ハーディ空軍中尉の航空機から撮影された。この写真は、メッサー・シュミットが、イギリス海峡に急降下し爆破する直前に、無限エンジンが爆発している様子を記録している。 1920年5月22日、プロイセン自由修作選手バービーで、魚屋の息子として生まれた。1938年、ドイツ空軍に入隊し、メッサーシミット BF110 のパイロットとして訓練された。5長になり、1941年はじめに第一夜間航空団、第4飛行中隊に配属された。7月24日の夜、 初飛行を行ったが、航空機を墜落させ、背中を負傷した。療養後、第2夜間航空団第5飛行中隊に配属され、部隊は後に、NJG1 第11飛行中隊に配属された。1942年2月27日、北ヨーロッパの NJG2 に所属中、レーワルデンの北東2 2トルで、アームストロングホイットワースホイットレーを撃墜し、 初戦火を記録した。敵機は、イギリス空軍第77飛行隊の白の Z9280 であり、22時58分にデリズムに墜落した。レスリー・ヒュー・ウィリアム・パー・アーキン少佐を含む4人の乗組員が戦死し、1人が捕虜になった。6月4日2時16分、ゾイデル海上空で、ショートスターリングを撃墜し、総撃追数2機を記録した。敵機は、 ブレーメンの爆撃任務中の第218飛行隊のスターリング・アイ・ラブリュー7474波形だった。ジェームズ・ワースカテン少尉とジョン・リチャード・ウェバー少尉を含む7人の乗員全員が戦死した。6月26日0時42分、再び沿いデる海上空でハンドレページ・ハリファックスを撃墜した。6月28日0時54分、エンクホイゼンの東で、 ビッカース・ウェリントンを撃墜し、総撃墜数4機を記録した。8月28日2時32分、総撃墜数5機目となるウェリントンを撃墜し、エースパイロットになった。1943年6月23日2時26分に、スターリングをエスターラントから約 80km 東で27機目を撃墜し、高い評価を受けた。6月26日2時47分、 デンヘルダーから約5 0トル西でアブロ、ランカスターを撃墜し、総撃墜数28機を記録した。8月17日、イギリス空軍爆撃司令部は、ペーネミウンデとペーネミウンデ陸,陸軍兵器実験場を標的とした。ボブブラハム中佐指揮下の第141飛行隊のブリストル防ハイダー5機は、NJG-1 の 第4飛行中隊のメッサーシミット BF110S5 機を傍受し、スヒールモニコフ島付近のブラハムによって、ゲオルククラフト軍曹とフィンケ軍曹は撃墜された。フィンケはただ一人生き残った上院だった。元上院のカール・シューデル軍曹とヨハンガー5長の死後、ルドルフ・ドゥンー5丁とチームを組んだ。1942年に8機、1943年に29機、 1944年に戦死するまでに17機を撃墜した。1943年9月19日に27機撃墜により、騎士鉄十字章を授与された。贈呈は、ヨアヒム・フリードリヒ・フート少将によって行われた。1944年2月19日、2機のランカスターと1機のハリファックスを撃墜した。最初の撃墜は、ランカスターで、 1>, 1時46分に BM-77 地区で、2期目のランカスターは1時57分に BM-78 地区で、ハリファックスは2時13分に CX-62 地区で撃墜した。2月26日、フィンケ上級軍曹は NJG1 第11飛行中隊のメッサーシミット BF110G-4 を飛行中に撃墜され、戦死した。 撃墜者は、シュバル・エル・アルマン空軍隊とジョージ・ハーディ、空軍中尉が乗った第198飛行隊の、ホーカー隊風雲2機だった。上院のルドルフ・ドゥンガー5長とルドルフ・バルター5長も、戦死した。4月25日、白洋付騎士鉄十字章を追贈された。フィンケは、約150回の夜間戦闘任務で、54機を、撃墜した。ありがとうございます。